はい、どうも、ちかでーす。今年は年内チャンネル登録者数1500人を目標に活動していますので、今回の動画がいいなと思ってくれた方は、ぜひとも高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで今回は、阪神純正は村山実投手を獲得するべきなのかについてね、話していきたいなと思います。はい、というわけで OB 第1弾の阪神枠で登場している村山選手ですが、まずはね、軽く能力の方を振り返っていこうと思います。まずね、表の算数が9位から86、82、86の、デフォルトでオール A かつ、9位スタミナ A 同値というね、めちゃくちゃ強い能力で登場しています。で、投手適性が先発メインで中継ぎ抑え可能で、球種が3つなんですが下方向2種となってます。で、特殊能力が奪三振切りタイピンチを持ってます。はい、というわけでね、めちゃくちゃ強い能力となっている村山選手なんですが、この村山選手をね、獲得するべきかどうかについてね、リーグリア対別々で話していきたいなと思います。まあ、この動画出してるね、29日か翌日30日のね、15時に A ランク以上確定スカウトと G チーム確定スカウトね、来てると思うんで、まあ、そこ引いてからね、ランキング走るよっていう方もいるかなと思って、まあ、このタイミングでね、村山さんについての動画出そうかなと思います。はい、というわけでね、村山選手を獲得するべきかリーグリア対別でね、評価していきたいなと思います。で、今回ね、評価するにあたって10段階で評価していきたいと思います。まあ、なので10段階中9とか10段階中2とか、そういう形で評価していきたいなと思います。それではね、まずリーグ最強決定戦をメインにやられてる方は、獲得を進めず10段階中9とさせていただきます。はい、というわけで、まあ、この能力なのにね、なんで10じゃないんだって思う方もいるかもしれないですが、今回ね、村山選手に9位制球スタミナの9位スタミナ同値となって出てきてます。で、制球型にはね、持っていくことができないんですよね。で、今年の阪神の、投手陣を見ると、まずね、通常 S ランク出てるウィルカーソン選手は9位型で、称号で9位制球同値や9位スタミナ同値に持っていくことができます。で、もう一人 S ランク出てるアルカンタラ選手に関しては、制球型で称号で全同値に持っていくことができます。で、他の選手でいくと、まあ、S ランク出そうな選手は、まあ、まずはね、抑えの岩崎選手、ここに関しては今季からね、制球型になって称号で9位制球同値が狙えます。で、あとはね、S ランク出るだろう西選手、ここに関しては制球が2上がって、デフォルトで制球型で、称号で制球スタミナ同値にできますと。で、9位型には持っていけません。で、あと A ランクが登場してるとこで言うと、まあ、ガンケル選手、まあ、ここに関してはね、先発の争いで S ランク出るかは分からないですが、出たとしてもデフォルトで制球型、称号で9位制球同値っていうところが狙えます。で、もう一人 A ランク出てる岩貞選手、ここに関してはデフォルトで9位型、称号で9位制球同値が狙えます。で、あとは S ランク出る可能性のある投手としては、まあ、シリーズで通常出てたんですが、浜地選手、ここに関してもデフォルトで制球型で、称号で9位制球同値が狙えます。というわけで、結構今年のね、阪神純正は9位制球同値をね、狙える投手が多いんですよね。で、シリーズ1に目をやると、まあ、S ランク出たところだけでいくと、伊藤正也選手が全同値可能で、アルカンタラ選手出てる、岩貞選手も出そう、で、岩崎選手もおそらく出る、で、青柳選手はまあ制球無理なんですが、まあ、ここに関してはね、シリーズ2でね、どれだけ強化されるかっていうところかなと思います。で、西選手は B ランクで紹介した、浜地選手紹介した、ビルク紹介した、渡辺選手ね、渡辺選手に関しても9位制球で落ち狙える、で、ガンケルは言ったって感じですかね。で、あとね、スペシャルに目をやると、久保田選手も9位制球同値狙えますと。で、あとね、まだ通常では、ね、出てないんですが、中継ぎで出る可能性のある2人として、まず1人目、ケラー選手。ここに関してはね、まあ、おそらく9位型で出てくるかなと思います。あと、湯浅選手ね。湯浅選手に関してもおそらく9位型で出てくると思います。というわけで、まあ、シリーズ1だけでもね、9位制球同値を狙えた投手っていうのが、伊藤正春、カンタラ、岩貞選手、岩崎選手、浜地選手、ウィルカーソン選手、渡辺選手、ガンケル選手、久保田選手という感じで、ね、もう9人いたわけですよ。で、投手はね、オーダーに入るのが11人しかいないというわけで、9位型8人、制球型8人をね、入れようとすると、まあ、あんまりね、同値じゃない選手っていうのをね、入れる枠がないと。まあ、なのでシリーズ2をね、9位型8人、制球型8人コンボをね、出そうと思っている方は、このね、村山選手をそこまでね、無理して取りに行く必要はないのかなとは思います。まあ、それでもね、9位制球スタミナオール A なんで、まあ、オール A っていうところはね、まあ、このシリーズ2っていうところじゃなくて、今後ね、どっかで必要になってくる可能性もあるんで、獲得しに行くのはありなんじゃないかなとは思います。またね、9位制球同値が狙えないっていうところで、ちょっと1段階下げて10分の9にさせてもらいました。またね、4100、4200の選手だけでね、9位制球8人出しができるかって言われたら、今後ね、登場していく選手次第ではできない可能性もあるかなとは思います。まあ、あとはね、村山選手に関してはね、球種がね、 B 球種以上2つっていうのもね、強いポイントではあります。なので、まあ、余裕のある方は獲得しておいた方がいい投手かなと思います。
続いてリアタイ評価です。リアタイ評価に関しては10分の6とさせていただきました。まあリアタイに関してはね、やっぱ球種かな。球種がね、ストレート、フォーク、スプリットしかないっていうところがね、まあ、少し懸念点かなと思います。ではね、もちろんね、フォークの変化量7、スプリットの変化量3というわけでめちゃくちゃ強くて、タイピンチを持ってるんでね、変化量がさらに1上がるんですが、まあネットスタジアムのね、累計回収するときに育成がてらね、使ってみたんですが、まあ、正直ね、もう1球種何か欲しかったなっていう印象はありました。ただのね、ストレートと下方向に落ちる2種しかないんで、まあ、先発として使うのはおそらくきついかなと思います。まあ、阪神の先発はね、まあ、シリーズ2で登場した西純也選手とか、シリーズ1だと、ね、伊藤正がツーシームスプリットですし、タイピンチ持ってる。で、青柳さんも球種が強化されてタイピンチ持ってる。で、西さんも、まあ、12球団だとね、少しきついところはあるかなと思いますが、ストレートも動きますし、球種も豊富でタイピンチがついた。で、ウィルクちょっときつくて、まあ、ガンケルに関してもね、まあ、ちょっとね、球種はきついですが、タイピンチ持ってる。で、藤波さん、アッキャマンっていう感じですかね、シリーズ1は。で、過去の選手とか使う方だと、まあ、それこそね、メッセとか、メッセがね、ツーシームスプリットになって出てきた、岩田さん、ムービング。で、スラブの変化量でかい。まあ、あとはね、1年前ですが、能見さんとかもね、ツーシームフォークやったりするんで、まあ、村山さんに関しては、ちょっとね、先発に食い込むのは、阪神純正だときついかなと思います。まあ、あとはね、球種的にも、先発というよりかは、中継ぎとかで出して、タイピンチが出る場面で出して、ワンポイントとか、ノーアウトランナー2塁から1イニング抑えるとかっていうのがいいんじゃないかなと思います。まあただね、阪神の中継ぎ陣に関してはアルカンタラがツーシームスプリット持ちで、シリーズ1だと岩貞さんがツーシームフォーク持ちで、さらにシリーズ2でツーシームが D になったんで、また出てきたら強化で、あとはツーシーム A とフォーク持ってるエグサさんぐらいなんで、まあ今年からね、阪神純正始めた方は中継ぎとかで入ってくるのかなとは思いますね。まあただね、過去の選手持ってる方だと、それこそね、去年の藤川さんとか、藤波さんを中継ぎで使ってるっていう方とか、あとはもう一個前、去年のだと岩貞さんがね、ツーシームが D でタイピンチを持ってたんで、これ使ってるとかっていう方は、少しね、村山さん入りづらいかなとは思いますが、まあ当初に関してはね、リアタイでは何人いてもね、損はしないんで、まあ特にね、大会なんかはね、3イニングなんで、中継ぎね、全員使っちゃって入れ替えないといけないっていう時に、まあこういうタイプの投手がいるとね、意外とね、刺さる可能性もあるんで、まあリアタイ勢に関してもね、評価は6なんで、まあ絶対必要かって言われたら、球種的にね、少しきついんで、まあ絶対ではないと思いますが、まあ余裕があるなら獲得しておいた方がいいかなと思います。ちなみに自分に関してはね、リーグは9位型をメインで出してるんで、村山実さんはおそらく大台入りするんじゃないかなと思います。で、リアタイの方に関してはもう先発はね、 TS 藤波さん、エキサイティング秋山さん、 OB メッセ、 TS 能見さん、伊藤正とね、まあ、先発は揃ってるんで、まあ、よっぽどね、環境が変わらない限り村山実さんは先発に入ってこないかなと思います。で、中継ぎに関してもね、これタイピンチ持ってる岩貞さんで、藤川さん、アルカンタラ、エグサさんとね、いて、さらにね、控えの中継ぎに関しては、そうだね、まあ、使うとこで言うと侍の青柳さんとか、まあ、ガンケルも使うかな。で、あとは、まあ、エドワーズとかもね、たまに使ったりしますね。抑え適性持ってるんでね、エドワーズに関しては。まあ、あとは、まあ、大会では使えないですが、ランク戦で使うのはドリスかな。まあ、ここがね、OB で登場してくれってね、結構待ってる方多いですね。ぐらいかな。まあ、そんなにね、中継ぎに関してはいないのかな。あ、そっか、西純也さんを最新のものに継承したから、中継ぎが一人減ってるんですね。まあ、あとは、そうか、島本さんもね、たまに使えますね。球種が多いんで、まあ、ツーシームスプリットっていうわけじゃないんですが、まあ、レギュラーのね、中継ぎ陣、このメンバー5人がね、いなくなった時とか、他に島本さんを入れたりはしてますね。まあ、なんで、まあ、まだね、ちょっと中継ぎ陣に関しては自分は、まあ、ドリスとかがね、使えないっていうところもありますけど、後ろの2枚目3枚目っていうところがね、固まってるわけじゃないんで、まあ、リーグリア対両方のね、面においても今回ね、この村山実さんは獲得しておきたいかなと思ってます。ちなみに来年のスプリーグではちらほら村山実さん出てくるんじゃないかなと思ってます。はい、ということで今回は村山実さんを獲得するかどうかについて話していきました。いかがだったでしょうか。ちなみに、村山実さんが背負っている背番号11番は阪神の永久欠番となっているので、阪神の11番使いたいよっていう方はこの村山実さんを獲得しておかないとおそらく使えないんじゃないかなと思います。それでは今回の動画この辺で終わりたいと思います。今年は年内チャンネル登録者数1500人を目標に活動していますので、今回の動画いいなと思ってくれた方はぜひとも高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。またツイッターもやっていますので、概要欄からフォローよろしくお願いします。それでは今回の動画この辺で終わりたいと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。